様、なんで私たちが戦わなきゃいけないの？世の乱れはやがて我らの地まで及ぶ。皆が安心して暮らすには乱れの根本を正さねばならぬ。それだけじゃねえ。官軍に協力すれば朝廷に認めてもらえる。そんで天下に俺たちの名を知らしめる。だろ親父。俺は名誉などいらんよ、策。かかる火の粉を払う。それだけだ。誰もが乱の兆しを感じていた。朝廷の腐敗により政治は乱れ、災害異変により人心は揺れた。先の見えない世に民は苦しみ疲弊していた。そんな中、太平堂の教祖張鶴が民の不安を煽り挙兵。後に言う黄巾の乱を起こす。蒼天を覆い尽くさんとする黄天の雲。危機を感じた朝廷は各地で義勇兵を募った。ここに乱を憂い立った男がいる。黄頭の虎孫権。彼は家族を引き連れ自ら戦火に飛び込んだ。この乱の果てに平穏な日々が訪れることを願って。どうしたの？いや、父様。すまん、きん。敵の大将張鶴ってやつを倒せばいいんだな。俺たちの力もっと見せつけてやろうぜ。俺と勝負だ。覚悟しろ。もしかしここは光れば。よし、敵将を討ち取ったぞ。今こそ見せてやれ。置いておけ。次は容赦しねえぞ。よし、
村に手を出しやがったのか。こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。助けてください。黄金の奴らが襲ってきたぞ。ありがとうございました。これはお礼です。勇者どもよ、この道は通さぬぞ。岩の下敷きになるがよいわ。落石とは厄介だぜ。
立たぬ。勝負してもらおう。ではないぞ。燃えたて裁きの炎よ、それだ。天のボングどもを焼き尽くすのだ。おかしな術を使いやがった。正々堂々戦いやがれ。落ち着くのだ、バカ。術を破る方法は必ずある。見極めよう。何とでも引けば我の負けだ。死守せよ。手に下がる。落ち当たりだ。キーパー隠すトラよ、我を倒して何をなさんとす。お前たちが世を乱したから倒した、それだけのことだ。ただ欲するところをなす、その佐賀までも虎というわけか。だが我を倒したその基盤を時代が放っておけるぞ。いかがされました？いや、何でもない。さあ、帰ろう。虎の切なる思いは叶わぬ夢なのか。孫権の尽力により黄巾の乱は収束に向かう。後藤の虎の異名は朝廷にも響き渡った。一方で官室の権威は奈落の底へと落ちる。権威の失墜は不穏な空気を呼び、不穏な空気が乱を呼ぶ。やがて領州の地で偏将と関水らによる大規模な反乱が起こる。乱の討伐にあたるは清涼の雄董卓だが、彼は保身に走り兵力の損失を惜しむばかり。困窮した朝廷は旧任地可否にいた孫権に董卓救援の命を下す。孫権は勇孫策を連れ領州へと向かった。家族や仲間が穏やかに暮らせる世の到来。虎の切なる思いは所詮叶わぬ夢なのか。董卓殿、ただいま到着した。遅い、このような承知。